イクス、魔境の通信は繋がったか？ミリーナからの通信を受け取った。とにかく無事みたいだ。ふぅ、これで一安心ね。けど、王宮にいたメイドさんもなぜか捕らえられてるみたいなんだ。ミリーナによると体調があまり良くないみたいで。それならその人を助けるためにも早く行かないとな。それでミリーナたちが閉じ込められている場所はどこなの？具体的な場所はわからないけど、これだけ情報があれば特定できそうだ。今考えるから待っててくれ。リムロス、彼だいぶいい目つきになったわね。ああ、そうだな。地上軍最高司令官リトラートまではいかないけれど、なかなかの切れ者なんじゃないかしら。だがまだ未熟すぎる。己への自信のなさ、迷いが強すぎ、せっかくの知恵を生かしきれていない。それに剣の腕もまだまだだ。肩から外れることを無意識に恐れている。あれでは地上軍ではやっていけん。あなたは相変わらずね。それだけ口うるさく言うってことは、少しは見どころがあるってことかしら。素質はあるとだけ言っておこう。我にはスタンがいるからな。これ以上面倒は見切れん。あんたたち静かにしてなさいよ。イクスが集中してるんだから。これは柔道から教えてもらった薬剤としても使える花。日陰かつ風のあまりない場所で咲く。そしてこの廃墟、特徴的にスレイなら神殿だったと考えるはず。次に考えるのは文様、いや劣化と風化度合いで。巡礼者のために建造されたなら、現存する神殿との距離が分かって、そして雪の堆積状態から方角も。見つけた。イクス、すごいじゃないか。よくやったわ。これも二人のおかげだよ。え、ルーティ、俺たち何かしたか？ただ黙って見てただけよね。そうじゃないよ。ルーティはあの時、今の俺は何をすべきかって気づかせてくれた。ルーティがちゃんと言ってくれなかったら、きっと俺はあのまま何もできずにいた。それにスタンさんはずっと俺を励ましてくれただろ。あの時もういいんだなんて言っちゃったけど、本当はすごく嬉しかったんだ。ちゃんと自分の気持ちを分かってくれる人がいて。イクス、だからここまで来られたのは二人がいてくれたからなんだ。本当にありがとう。まったく何言ってんのよ。あんたもいなかったらここまで来られなかったでしょうか。俺とルーティーがいたからじゃない。イクスも入れて全員俺たちがいたからなんだよ。俺たちか。そうだよ、俺たち仲間が。さあとっとと行くわよ。場所まで突き止めたんだから、あともうひと踏ん張り。みんなこっちだ、ついてきてくれ。わかった、今はとにかく前に進むぞ。よし、ミリーナの目印も見つけた。きっとこの先にミリーナはいる。この先には行かせん。ディオンさん。こんな時にあんたなのね。リオン、やっと会えた。目障りだ、さっさと消えろ。まずはちゃんと話そう。リオン、何があったんだよ。なんで救世軍に協力してるんだ。黙れ。話す気はないってわけね。ディオンさん、そこを解いてくれ。イクス、待て、まだ話は終わってない。スタンさん、ごめん、けど今足を止めるわけにはいかない。バカ、下がりなさい。相手はソーディアンマスターなのよ。今のお前で叶う相手ではない、自分でも分かっているだろう。
手が震えているぞ。全く話にならんだ。怖いなら引っ込んでいろ。怖い。ああそうだよ、怖いに決まってるだろ。けど俺はミリーナを助けるんだ。そのためには何が何でも前に進まなきゃいけない。だからそこをどいてくれ、リオンさん。いや、リオン。誰に何を言われようが知ったことか。大切なものを守るため、この先には行かせん。絶対に、何があってもだ。スタン、来るわよ。クソ。坊ちゃん、シャル、まだだ、まだ、僕は負けてない。あんた、まだやるつもりなの？イクス、無理するな、ボロボロじゃないか。いや、まだだ。スタンさん、ルーティ、ミリーナだって頑張ってるんだ。俺だって諦めるわけにはいかない。だからそこをどいてくれ。目障りだ、消え失せろ。やめろ。はぁ、やめろ。くっ、スターさん、邪魔をするな。頼む、リオン、もうやめてくれ。なんで仲間同士で戦わなくちゃいけないんだよ。どうして仲間同士で傷つけ合わなくちゃいけないんだよ。仲間ってのは困った時に助け合うものだろ。俺たち仲間だろ、友達だろ。まずはちゃんと話してくれよ。スタン、子供に及んでまだ僕を友と呼ぶのか。当たり前だ。私たちはミリーナを助けるためこの先に進まなきゃいけないの。お願いだ、そこを通してくれ。貴様、自分のやってることが分かっているのか。ソーディアンマスターの力はそんなことのためにあるんじゃないのよ。皆さん、坊ちゃんを責めないでください。シャルティ、皆さんの事情は分かってます。ミリーナさんが人質に取られていることも。けど坊ちゃんも同じなんです。マリアンを人質に取られているんです。シャル、マリアンさん、確か屋敷でディムロスを持ってきてくれたメイドの人か。メイド、待て、もしかしてミリーナと一緒に閉じ込められてる人か。マリアンも知っているのか。ミリーナの通信にメイドさんと一緒に閉じ込められているという情報があった。そして俺たちは二人の居場所を知ってる。これから助けに行くところだ。坊ちゃん、聞きましたか。スタンたちと一緒に行けばきっとマリアンを助けられますよ。だが罠の可能性もある。それにこの世界を滅ぼそうとしている鏡師の言うことなど信じるに値しない。あんた何言ってるの。世界を滅ぼそうとしてるのは救世軍の方でしょうが。どういう意味だ。なんだと。この世界にアニマを満たしアイギス計画を完遂することで滅びの危機から世界を救う、これが真実だ。坊ちゃん、この話が本当かどうかは置いておくとしても、この話をマリアンが聞いたら。マリアンは自ら命を絶つことを選ぶだろう。なぜだ、なぜこうなるんだ。今度こそ僕の手で救えると思ったのに。ちょっと落ち着きなさいよ。一体どういうことなの。そうか、お前たちは何も知らないのか。
あの後何が起こったのか。リオン、どうしたんだ？何かあったのか？この世界では関係のないことだけど、少なくとも今マリアンさんは生きている。少し体調が良くないみたいだけど、ミリーナが回復魔法で治療してるから心配はない。リオン、お前は頭がいいからさ、きっといろいろ考えてて、いろいろ知ってるからこそまだ信じられないとこもあるんだと思う。だけどマリアンさんを人質に取るような救世軍なんかより、俺たち仲間を信じてくれよ。そして一緒にマリアンさんを助けよう。スタン、ほら、まずは仲直りの握手だ。イクスもルーティーもみんなで。まったく仕方ないわね。一緒に大切な人を助けよう。お前たちも。貴様、寝返ったな。救世軍、ち、思っていたより早かったな。こりゃ厄介なことになったわね。倒しながら進むぞ。わかった、みんなこっちだ。救世軍のやつら本当にしつこいな。スタンさん、大丈夫か？ああ、平気平気。スタン、あんた、それにしてもどうすりゃいいんだ。相手にしてたらキリがないぞ。状況から判断すると、僕が敵対したこと、マリアンの居場所を特定したことを、すでに救世軍は気づいている。つまり早く助けに向かわないと二人が別の場所に移動されてしまう可能性が高いってことか。それだけではない。たとえ救出しても脱出経路を塞がれてしまっては元も子もないぞ。一体どうすればいいんだ？簡単なことだ。リオン、どこに行く気だ？僕がおとりになる。無茶だ、危険すぎる。お前を置いてはいけない。僕が決めたことだ、さっさと行け。けど、スタン、お前は僕を友達呼ばわりするが、そんなものを受け入れた覚えはない。僕はお前のように能天気でズーズーしくて慣れ慣れしいやつが大嫌いだ。だからあとは任せた。そんな、あんたってやつは。リオン、バカ野郎お前はまたそうやって一人で抱え込もうとしてさ、本当にバカ野郎だよ。リオンはずっと一人で頑張ってきたんだろ。もういいんだよ、お前をもう一人にはさせない。だから俺が残る。なんだと？スタン、あんた正気なの？今のあんたじゃそれこそ無茶よ。そうよ、だったら私も残る。ダメだ、ルーティーは潜入に慣れてる。イクスたちと一緒に行くべきだ。いい加減にしなさいよ、私が気づいてないとでも。ルーティー、俺を信じてくれ。スタン、あんた頑丈なのよね。それぐらいが取り柄だからな。分かったわ。お前一人で大丈夫なのか？リオン、お前は一人で頑張ってきた。だから次は俺の番だ。それにマリアンさんが待ってるんだろ。きっとリオンのことを心配してる。行って安心させてやれよ。ここは任せたぞ。見つけたぞ。気づかれた。イクス、お前も頼んだぞ。ああ、ミリーナ、マリアンさん、ルーティ、リオン、俺、全員で必ずここに戻ってくる。だからやられんじゃないわよ。約束破ったりしたら承知しないんだから。分かってる、約束だ。俺はお前たち全員を待ってる。だからここは俺に任せろ。ほら、あんたたち早く行くわよ。ああ、先に進むぞ。さて、行くとするか。スタン、お前もし足を
ルーティーはすごいな。黙ってたのになんで気づいたんだろう。まったく、お前というやつは大丈夫なんだろうな。ちょっとひねったくらいだよ。これぐらい大したことない。そうか。なんだよディムロス、珍しく口うるさくないな。何も言うことはない。あのような輩がどれだけ束になろうと、お前と我を倒すことはできんのだから。リムロス。ああ、そうだな。行くぞ、スタン。俺とリムロスの力、見せつけてやる。なんて頑丈な扉なんだ。どけ、シャル、行くぞ。はい。はあ。よし、扉が壊れたわ。ミリーナたちはこの先だ。ここまでは計画通りね。ルーティ、それにリオさんも。マリア、女、治癒術はどうした。そんなのずっとやってるわよ。けど治癒術が効かないの。何度やっても全然効いてくれないの。何。アドワイト。ええ。嘘、どうして。全く聞いてないわね。何かに全て吸収されてしまっているように感じるわ。多分原因はこのブレスレットよ。これは特別な魔境機器だから簡単には外せないの。王宮の禁書庫の本で読んだ。これはアンチミラージュプレス。魔境戦争時代に開発された魔境機器だ。鏡師の人体実験の際に被験者への供述による肉体と精神に及ぶ影響を緩和するために使用されていたらしい。なんでマリアンさんがこんなものを。そんなことはどうでもいい。外せないなら破壊しろ。ダメだ、無理に外したり破壊したりしたらマリアンさんは。彼女ひどく衰弱してるわ。早く治療しないと助からないわよ。そんなことは見ればわかる。その魔境機器とやらを外す方法はないのか。魔境機器、ガローズなら取り外せるはずだ。スタンが脱出経路を確保してる。合流してケルケイオンに向かうわよ。ケルケイオンまでどれだけの距離があると思っている。坊ちゃん、何弱気になってるのよ。今はとにかく前に進むしかないのよ。リオンさん、私たちでマリアンさんを助けましょう。まだ助かる可能性はある。だから今すべきことをするんだ。お前たちに言われるまでもない。今はそれしか手段がないんだ。早く行くぞ。ああ、まずいわね。救世軍に追いつかれてるわ。戦闘はできるだけ避けたい。あと少しでスタンさんとも合流できるから逃げ切れるといいんだけど。マリアンさんは危険な状態よ。グズグズしていられないわ。ここはマリアン、意識を取り戻したのか。リオン様、よかった、ご無事でしたか。あ、心配をかけたな。ここは一体。霧が濃くて
お顔が見えません。何を言ってるんだ、霧なんて。衰弱および過度のストレス状態にさらされた心因性の突発性視覚障害のようね。今の彼女には何も見えていないわ。大丈夫です、そばにいるのでしょう。声はちゃんと聞こえています。マリアンさん、きっとすぐに良くなります。ほら、さっきより少しだけ手も温かい。そうなのですね。もしかして感覚も。ごめんなさい、何も感じません。そんな、もう私はダメみたいです。だからここに置いていってください。皆さんだけでも逃げて。そんなことできません。鏡様、私はこの世界にいてはならない存在なのです。私は毒異共栄天だから。マリアン、そのことを知っていたのか。マリアンさんがそうだったの。ちょっと待ちなさいよ。特異共栄点って何なんだ。特異共栄点はアニマを逆流させる存在よ。アニマを逆流。嘘でしょ。鏡様、申し訳ありません。私がいてはこの世界が滅んでしまうのですよね。けど特異共栄点の力を抑えることだってできるかもしれません。俺たちが方法を探します。だから、だから、たとえ力を抑えてもきっと私は救世君に狙われ続けます。あんた、だからって。ルーティー、やめなさい。彼女の決意の固さ、わかるでしょ。わからないわ。全く納得できない。私たちはあんたを助けるためにここに来たの。リオンだってそうよ。問題があるならみんなで解決すればいいだけの話。あんた一人で解決しようとしないで。それにこれはあんただけの問題じゃない。私たちにも関係することなの。勝手に決められる筋合いはないわ。ですが、ルーティーの言う通りです。希望を捨てないでください。マリアンさん、一緒に困難を乗り越えましょう。私たちもいますから。マリアン、僕は君に生きていてほしい。あなたがそれを望むなら。マリアンさん、ご迷惑をおかけしますが、私も連れて行っていただけますか。もちろんですよ。最初からそのつもりです。俺たちで絶対にあなたを助けます。